29年3月に一級自動車整備科を卒業した大竹慎也です。新潟日産自動車のスイングスクエア店で働いています。車検点検整備や新車点検を主にやっています。お客様からありがとうと言っていただけることにやりがいを感じます。 GTR を整備することが目標です。田野浦の研修所でバーベキューをみんなでしたことです。学校での勉強は社会に出ても役立つことが多いので、たくさん吸収するようにしましょう。